こんにちは、浅井恵美です、簿記ってどんなイメージがありますか？私はその数字と漢字がいっぱい出てくるので、あのできたら頭良さそうって思ったりとか、あと難しそうっていうのとか、あと字面がちょっと地味っていうイメージがあって、の会計っていう学問に全然興味がなかったんですけど、とあることをきっかけに簿記を学ぶことになりました。ある時になんか資格をあった方がいいっていうことで、宅建か簿記を勧められたんですよ。それでどっちも知識が全然なかったので、あの立ち読みのできる本屋さんに行って立ち読みをしてきました。最初に宅建の棚があって、宅建を読んでみます。あ、こういう感じなんだ、うん、うん、うんって。で次簿記で、簿記の棚にあの漫画で覚える簿記の教科書があったんですよ。で絵が多くて、あのあこれならわかるかもしれない、これぐらいだったら私にもできるかもっていう理由だけで簿記を選びました。でもそこからなんだかんだで簿記を勉強するようになってから、日商簿記3級、日商簿記2級で全経上級っていう簿記の資格を取りました。でその全経上級を取ると今度は税理士試験が受けられるようになるんですよ。で税理士試験ってあるんですよ。なんか誰でも受けれるわけじゃなくて、その経済学部とか大学の条件だったりとか、税理士事務所とかで働いてて実務経験が何年以上ある人とか、そういう条件がいくつかある中で、その資格での受験資格が日商簿記1級か全経上級だったので、交代で受けてたんですけど、先に全経上級が受かったので、そこから税理士科目の試験を受けるようになりました。で現在、簿記論、会計学の簿記論、財務諸表論、税法の法人税と、あと今年固定資産税を受けて今結果待ちなんですけど、あと1科目です。であと1科目受かると、あとプラス実務があると、税理士として登録できるようになります。そこまで来ました。そういう感じで勉強を続けてこれたんですけど、こう最初の簿記のイメージ、難しそうなイメージっていうのをちょっとこう分かりやすく伝えられないかなと思って、何でしょう、超入門みたいなお話をしていきたいなと思うので、よかったらお付き合いください。では本編に行きましょう。まずは A さんと B さんがいます。 A さんが B さんにお花が欲しいと頼みました。約束通りお花を持ってきてくれた B さんに A さんは100円お金を払いました。そうすると A さんの元にはお花が増え、お金が減りますよね。それをメモしておきましょう。お花を買ったという取引には、お花が増えたという事実とお金が減ったという事実の二面性があります。そこで一つの取引を2つに分けて記入しようという方法を複式簿記と言います。増えると嬉しいものを資産と言い、増えると左に、減ると右に書くというルールがあります。この資産にはお金以外にも建物や土地などいろいろなものがあります。今回はお金が100円減ってしまったので右側に書きます。そしてその原因となったのはお花を買ったからです。お花という資産が増えたので、お花は左側に来ます。こういったメモする際のルールがあるのが簿記です。今回は個人のやり取りでしたが、次はお店で見てみましょう。あるところに美味しいパンを売るパン屋さんがあります。個人で経営するお店です。さっきのような個人でのやり取りだとメモをするかしないかは自由ですが、お店は活動する上でメモをしておかなければ、お店に財産がどれくらいあるのか、どれだけの儲けが出たのかがわからなくなってしまいます。その際のお金や物の流れを記入するメモのノートを帳簿といい、
帳簿に記入することを簿記と言います。簿記のゴールはどこか。それは記録した日々の活動を一定の期間で区切ってお店の儲けや財産を明らかにする表を作成することです。作成する表は2種類。区切った時点で財産や借金がいくらあるかを明らかにする貸借対照表。区切った期間にいくらの儲けを出したかを明らかにする損益計算書の2種類です。これらをまとめて決算書とか財務諸表と呼んだりします。仕分けの左右は資産、負債、純資産、収益、費用の5つのグループの増減で決まっていきます。では実際のやり取りを見てみましょう。バイトのハム山くんがお客さんにパンを150円で売りお金でもらいました。まずはお金という資産が増えたので左側に書きます。お金が増えた原因はパンが売れたからなので右側には売上と表現します。売上とは収益に分類されお金が増える原因です。収益は増えると右側に来ます。この際お金という表現を現金という表現に変えましょう。これはお金を現金、お店の売り物を商品というふうに書き方を統一して誰が処理しても同じよう記録するためです。これを勘定科目といい、この記入方法を仕分けを切ると言います。パンを仕入れた時の仕分けも見てみましょう。今回ハム山くんはパンを100円で仕入れ、現金で支払いました。その際の仕分けはこうなります。現金が100円減り、その原因はパンを仕入れたからです。この仕入れは5つのグループのうち費用に該当し、費用とは収益を上げるために必要な支出で、増えると左側に来ます。そうすると今回のパンを売ったことに対する儲けは100円のものを150円で売ったので50円になります。収益から費用を差し引いた儲けを利益と言います。簿記ができるとこういった形でお店にいくらの利益が出たのか、または損失が出たのかを記録していくことができます。今回はここまでにしましょう。はい、今回初めて簿記に触れたという方もそうじゃない方もいかがでしたか？ちょっと出てくる単語が難しいところがあるかなと思うんですけど、それに慣れてしまうと結構スムーズに入っていけるんじゃないかなと思います。見ていただいてありがとうございました。お疲れ様でした。